ジュラシックシリーズに登場するベロキラプトルは本来別の恐竜をモデルにしてるんだけど、それをベロキラプトルっていう名前にして描いてるのよ。むちゃくちゃじゃない？やばい、アクションアキトユキです。お願いします。ジュラシックシリーズを語ろう。ジュラシックワールドの3、新たなる支配者が公開されましたけれども、僕は今コロナの自宅療養中なんで公開日行けません。腹いせにジュラシックシリーズを全部語ります。僕恐竜がめちゃくちゃ好きで、見づらいかもしれんけど、ここにね、これ実はこれ恐竜なんですけど、でもジュラシックシリーズもね、もちろん全部見てるし大好きで、新作もすごい楽しみにしているので、恐竜の話なんかも交えながらね、語っていけたらなと思いますので、行ってみよう。さあ、ということで、ジュラシックシリーズをね、恐竜の話なんかを交えながら一挙におさらいしていこうではないかと。これね、ちょっと俺、この照明がなんかここに当たって、なんか変に見づらい部分があると思うんだけど、まあこれ僕のメモみたいな感じなんで無視してください。んで、めっちゃ長い動画になると思うんで、作業用とかに流して。さあ、早速行ってまいりましょう。ジュラシックパーク第1作目ですね。1993年、今からおよそ30年前に制作されたこのド傑作映画。もともと原作はマイケル・クライトンという SF 作家の方の書いた、ジュラシックパークという作品をね、映画にしている作品なんですけど、これ原作をね、僕は読んだのよ。これなんか上下巻あって、で、続編のロストワールドも上下巻あるんですけど、この1のね、ジュラシックパークの上下巻を読んだんだけど、めっちゃおもろくて。で、めっちゃおもろいでしょ？びっくりしたんだけど、なんか、上巻のギリギリ後半までほぼ恐竜出てこない。で、もっと言えば、このジュラシックパークの2、後で話すんですけど、このロストワールドの話もちょっとこの原作には入ってて、ジュラシックパーク1と2のロストワールドをくっつけたのが原作のジュラシックパーク上下巻みたいな感じだったのね。だからもうその原作も超絶面白かったんですけど、まあ、スティーブン・スピルバーグがね、その傑作小説というのを映画にしましたと。もともとこの二人仲良かったみたいで、そのマイケル・クライトンに次何作ってんのって聞いたら、あ、恐竜と DNA の話って聞いて、あ、それ俺も映画にしたいなって言って、スピルバーグもね、映画にしたらしいのよ。まあこれ映画としてジュラシックパークがいかにすごいかっていうのは、まあ映画好きの人だったら周知のことだと思うし、正直語るよりも見てもらった方が早いと思うのでね。まあそれこそアニマトロニクスという、まあ、ロボット技術っていうのを駆使し、そこに 3DCG というね、当時の最先端技術を織り交ぜることで、今まで誰も見たことのない映像革命というのを巻き起こしたのはこのジュラシックパーク。まあその映画としてのすごさっていうのは言わずもがななんですけれども、このストーリーもね、やっぱなかなかに秀逸で、まあ、主人公グラント博士というね、古生物学者の先生なんですけど、ある日この先生がね、一人のおじいちゃんに誘われるわけよ。ハモンドさんとね、これインジェン社というとある大企業の社長なんですけど、このインジェン社がね、あるテーマパークを作るプロジェクトというのを進めていると。で、そのテーマパークがもうあともうちょっとで完成するんだけど、その前に一回視察に来てほしいと。いわゆるそのプレオープンみたいな感じで、デモで一回ちょっと見に来てくれんっていうふうにこのグラント博士が言われるわけよ。でもこの自分のね、この古生物学の研究の資金みたいなのをこのインジェン社から出してもらってるわけだから、まあ、グラント博士シャアなしでね、しぶしぶ行くわけよ。でこのエリーっていう古植物学者の先生と、マルコムという数学者の人、この三人でね、このコスタリカにあるイスラヌブラル島っていう孤島に行くわけよ。そのテーマパークがあるね。んならよ、驚くべき光景が目に飛び込んでくるんですけど、このインジェン社が密かに進めていたプロジェクトというのは、なんと現代の世に恐竜を蘇らせる技術というのを応用したパークで、こんも感動的なシーンよね。グラント博士がさ、ジープに乗ってね、言われるがまま、なんとなくそのテーマパークのとこ行ってみたらよ、目の前に体長25メートルぐらいにも及ぶバカでかいブラキオサウルスが、あの太古の恐竜が悠々と自分の目の前を通り過ぎていくわけ。嘘だろ。名シーンな。そう、つまりジュラシックパークとは、現代の世に恐竜を蘇らした恐竜のための、テーマパークだったんですよね。だからこの古生物学者のグラント博士は呼ばれたわけよ。つまりその恐竜を蘇らしてるから、その恐竜の専門家としての意見を聞きたいと。
で、同時にね、植物なんかも、イニシエの植物を餌にしてるわけだから、その昔の植物っていうのをね、このエリー博士は専門として。ほんで、もう一人、このマルコム、数学者の先生も呼ばれてるわけ。関係あんの？なんかその古生物学とか古植物学とかはなんとなくそのね、恐竜の専門家っぽいけど、数学って何と。このマルコム博士ね、ジョセフ・ゴールド・ブラム、世界で一番セクシーな数学者ことを。このマルコムはカオス理論という理論をね、推奨している学者で、これがね、まあそのジュラシック・パーク原作でも結構語られるんですけど、まあ、わかんなくていいやつ。あんま生きてこない。別に、なんか何言ってるかいまいちわからんけど、まあなんかあるんだなぐらいに思ってもらえれば。まあ、一応説明しとくと、カオス理論っていうのは、なんか、まあこの、ペンが落ちますとか、ペンがこうね、転がりますとかみたいな、その、決まった物理法則のもとで働く運動、こうもうある程度予測できる運動に比べて、まあその、水とか、流動性のあるね、水であったり、液体であったりとかの、予測できない、運動のことをカオス力学、カオス理論っていうのよ。で、このジュラシックパークっていうのは、その、恐竜を人間の手によって蘇らせられたのね。つまり人間が恐竜を作ったの。だけど、その、人間がどれだけ徹底した管理を行おうが、その、生み出してしまった後の自然というのは、人間が管理できる範疇になり、つまり、カオス理論にのっとって、どれだけ人間が予想しようが、どれだけリスク回避を行おうが、絶対にハプニングは起きてしまうし、絶対にジュラシックパークは成功しないと断言してるわけですよ。水を差しに来たわけ。だからこの数学者のマルコム博士っていうのは、その自分のカオス理論っていうのをもとに、このジュラシックパークの穴をついてくるわけよ。ほんで、このね、ウー博士という、このインジェン社にいる遺伝学者の人がいるんですけど、このウー博士がね、恐竜を現代のように蘇らしたと。これが結構ジュラシックパーク見たことない人からしたら意外かもしれないんですけど、いわゆるその恐竜をね、昔のあのいわゆるジュラ紀とかにいた、白亜紀、ジュラ紀、三畳紀、あの中世代にいた、あの恐竜を現代のようにこうタイムスリップさせて、連れてきたであったりとか、なんかその、化石からね、蘇らしたとかではなくて、なんか琥珀っていう、長い年月をかけて、木の樹液が化石化した石みたいなのがあるのよ。俺がその新作のジュラシックワールド3のポスターにもなってんだけど、あの、黄金色のね、神々しい輝きを放つ、あの琥珀っていう化石があって、その琥珀の中に、ごく稀に、虫が混ざり込んでることがあると。こうね、こう、琥珀があるじゃん。だこの中に、ごく稀にこうね、なんかこう、なんか虫が入り込んでることがあるの。で、この虫の中には、たまにこう、蚊とかもいるわけ。で、当時の蚊は、ね、人間でもちろんいないから、恐竜の血を吸って生活しているわけ。つまり、琥珀の中に蚊がいたら、その蚊の腹の中には恐竜の血があるんじゃないかと。目星つけて、その琥珀の中に眠っている太古の蚊をね、腹の中に注射器ぶっ刺して血を吸い取ったのよ。ほんならまんまと恐竜の血が入っていて、恐竜の DNA を採取することに成功したと。そしてその微量な DNA から、その足りない部分は他の動物の DNA で補填して恐竜のクローンを作ったんですよね。つまりこれ人間が現代の世に恐竜のクローンを作ったのよ。で、そのクローンたちを集めてテーマパークを作ろうとしている。それがジュラシックパークなんですよね。だから開園すらしてないのよ。これもおもろいよね。なんか、てっきりですね、やっぱり、あの、ユニバとかのさ、アトラクションの影響で、なんか完成してるもんだと思うけど、ジュラシックパークまだできてないのよ。だから全然工事途中なの。全然まだ工事とかしてる途中に、視察に行ってるっていう、相手もないジュラシックパークの話を俺たちは見てるのね。これがまあその、当時の映画のセットの予算とかも好都合で、まあ、原作もね、まだ着工途中だからっていうのもあるんだけど、その、完成させるよりも、完成途中って言った方が、なんかそのセットもやっぱりこうね、コストが削減できるから好都合だったんだけど、まだ完成すらしてないジュラシックパークの視察に行ってる。そしてまんまと事故が起きてしまうわけですよね。マルコム博士のカオス理論の通りにハプニングが起きてしまうと、まあここで一回ね、
このジュラシックパークに登場する重要な恐竜だけをピックアップしたので上げていきましょう。恐竜の話です。まず一番最初に登場するのはですね、まあ、てかまあグラント博士が一番最初に目にするのは、先ほども言いましたブラキオサウルスというね、竜脚形類と言われる恐竜の大型の草食恐竜ですね。顎ちっちゃくて首が死ぬほど長いっていう。でまあこの竜脚形類はね、恐竜の中でも最大種と言われていて、まあ中にはね30メートルぐらいの巨体を誇っている恐竜なんかもいたんですけど、ここでちょっとブラキオサウルスをはじめ竜脚形類話をさせていただくと、あ、竜いるでしょ、竜脚形類だれでってなんて、こうね、こういるじゃない、こうね、こう足があってよね、ここいるわな、ここいるじゃないね、でこいつね、めちゃくちゃ体大きかった割には足がちっちゃかったと、足小さっていう、意外と足が小さかったなんて言われていて、あの巨体をね、あの足で支えられたかどうかは甚だ疑問であるというのがあったんですけど、これも恐竜学者の先生が一生懸命研究した結果ね、このブラキオサウルスとかをはじめ竜脚形類の化石っていうのは、首がすごいこう背中にこうぐわーってなんかこうエビ反りな状態でね、死んでる化石っていうのが多く発見されたのよ。でこのことから、このブラキオサウルスの体の構図っていうのが、我々人類人間社会で使っている吊り橋と同じ構図をしてたんではないかというのが明らかになったわけ。吊り橋と言われたらね、まあ、レインボーブリッジやらなんやらあるけれども、まあ、小橋あるわな。小橋があるわな。ね。で、ここにこう、まあ、4本なり何本なり、こう、柱があるじゃない、真ん中に。で、ここの柱を中心に、これ、ワイヤーで、こう、こう、吊ってね、支えてるじゃん。この橋の部分も。わかる？ここを、このワイヤーで吊ってるから吊り橋っていうのね。で、竜脚形類、まあ、ブラキオサウルスとかも同じように、人体が異常に発達しとって、このね、あの巨体を、この足をね、足を支柱に、この人体で、こう、吊って、これ人体で、あの肉体を、吊っとったんではないか。っていうのは最近明らかになった。ブラキオサウルスはあの巨体を支えるためにこう足腰が発達したわけではなくて、人体が発達したっていうね。めちゃくちゃ面白いよね。吊り橋だったんだ。今度から吊り橋見るときはブラキオサウルスだと思っていただければ差し支えないかなと。こういう寄り道をします、いっぱい。恐竜のことを知ればより一層ジュラシックパークの思い入れも変わってくるんで。こういう脱線をしていきます。はい。そんなブラキオサウルスがね、一番最初にこのグラント博士が目にする恐竜なんですけれども。まあ、ただやっぱりね、ジュラシックパークの恐竜といえば、まあ、ティラノサウルスですよね。ね、ティラノサウルスですね。まあ、通称レクシーという名前のついている、まあ、ジュラシックパークをはじめ、ジュラシックワールドの1と2でも登場したレクシー。同種の、同じ恐竜なんだけど、ジュラシックワールドのあの恐竜は。だからジュラシックワールドのラストでね、発煙筒みたいなのをこう、プシャッ、シャーってやっとった。あのティラノサウルスは、ジュラシックパーク1に登場したあのティラノサウルスと同じ恐竜で、まあ、レクシーっていうね、愛称。可愛い子ちゃんです。メスです。はい。あ、そう、ジュラシックパークっていうのは、その徹底した管理のもと、人間が作り上げている恐竜なんで、繁殖できないように、全部の種類メスにしてんのね。で、このイスラヌブラル島から出られないように、イスラヌブラル島以外では生きられない遺伝子操作みたいなのもされていて、一応そういう徹底管理はしてるつもりなのよ、彼らは。ただまあカオス理論でね、それがまあ、意味をなさないんだけど、まあそのティラノサウルス、かわいい子ちゃん、レクシーですね。これがまあ、もう、ジュラシックパークといえばね、あのロゴもね、ジュンティラノサウルスの横顔のね、あのロゴもね、印象的だと思うんですけど、まあ、ティラノサウルスの話をすると、
ティラノサウルスってまあ、地上最強の生物だったわけですよ。ね、今からおよそ2億3000万年かな。今からおよそ2億3000万年前に生息していた恐竜の中で、1億6000万年ぐらい生息していた恐竜の中でも、250万年ぐらいかな。大体ね。1億6000万年の間の中の最後の250万年ぐらい、覇権を握っていたのがティラノサウルスなんですけど、ティラノサウルスって結構最強だから、なんか初めから最強でめっちゃ強い恐竜ってイメージ持たれがちじゃん。でもね、実は違うのよ。もともとティラノサウルスっていうのはむちゃくちゃ弱い恐竜だったんですよね。これはごめん、ちょっと俺が昔に見た番組の影響での知識のままで止まっちゃってるから、ちょっと正しい知識がある人は教えてほしいんですけど、僕が見たやつでは、グアンロンというね、中国に発見されました、冠竜の意味を持つグアンロンという恐竜がいるんですけど、ね、グアンロンという、この恐竜がですね、まあ、ティラノサウルスの、まあ、子孫と言われている。まあ、他にも何個かいるんだけど、ティラノサウルスの子孫と言われている恐竜は。このグアンロンってのは群れで生活していた恐竜で、めちゃくちゃちっちゃいの。体長自体もめっちゃちっちゃいし、体重も大したことない、なんかそのラグビー部頑張ったら勝てるぐらいのすっげー弱い恐竜だったの。それが長い年月をかけて進化をするわけですよね、恐竜っていうのは。これが面白いの。昔大陸っていうのはね、地球上に1個しかなかったわけよ。これ地球があります、大陸っていうのはまあほとんどこう一枚岩みたいな感じだったわけよね。それが大陸の分断によってこの一枚岩だった大陸が割れて、いろんな島になってしまったと。それによって、これまではバカ広い大地に、ね、なんとなく死にく漁って生きときゃ生活できとったのが、ちっこい島に大量の恐竜が閉じ込められちゃったもんだから、そのちっこい島の中で、ね、こう、いろいろある中での、この中で熾烈な生存争いが行われると。つまり恐竜たちが急速なスピードで進化をしなくちゃ生きていけない世界になっちゃったのよ。そこでティラノサウルスとかもね、もう急速に進化を遂げていくわけなんですけれども。まあ、まずね、そのグアンロンをはじめ、まあ、そのティラノサウルスの子孫と言われている恐竜たちっていうのは、頭の大きさを巨大化させたのよ。つまり顔を大きくしたの、グワッと。なら、目の位置がこうグッと前になって、ね、視界が良好になるよね。ほんなら、これまでとは段違いで、狩りの精度ってのが上がったと。ほんで、必要な栄養素を取れるようになって、体が巨大化していきました。で、ティラノサウルスになったと。つまり、最弱から最強に進化したのがティラノサウルスなんですよね。まあ、最弱はちょっと誇張表現ではあるけれども、弱い恐竜だったのが、進化のために最強になったっていう。ちょっと熱いじゃん、なんか。下克上を果たしたのよ。ほんなそのティラノサウルス。ねえ、まあ、レクシー。ジュラシックパークの中でもめちゃくちゃ印象的なね、恐竜ですよね。あのね、ジープ、あの二人のね、あの、ティムとレックスかいね。あの兄弟がね、襲われるあの下りね。死ぬほど怖いじゃない。ティラノサウルスなんかもすごく有名でね、ジュラシックパークを代表する恐竜だと思うんですけども、実はそんな歴史があったんですよと。そして、ジュラシックパークでは、避けては通れない恐竜といえば、ベロキラプトルですね。これはもうジュラシックワールドではね、もはや主人公と言っても過言ではないブルーって、まあ俺後でね、ジュラシックワールドの話もするんですけど、ねえ、とかお馴染みですけど、ベロキラプトルなんかがね、ジュラシックパークのシリーズでは解禁賞ですね。うん。ティラノサウルス同様、解禁賞で、すべてのシリーズに出ているのがベロキラプトルなんですけど、ここちょっととんでもないことを俺今から口にするね。ジュラシックパークに出てきているベロキラプトルは、ここもハテナになってるじゃん、ここ。ベロキラプトルではないという噂がありまして。え？ベロキラプトルって言っとるよな？劇中何回も。ベロキラプトルではないんですよね。これかね、もう俺も原作読みよってビビったんじゃけど、
ベロキラプトルっていうのは、ジュラシックパークの中に、ジュラシックシリーズに登場するベロキラプトルは、本来別の恐竜をモデルにしてるんだけど、それをベロキラプトルっていう名前にして描いてるのよ。むちゃくちゃじゃない？全く違う恐竜をモデルにしてるのに、それをなんかベロキラプトルっていう名前で登場させてるのね。で、その本来のジュラシックシリーズに出ているベロキラプトルの本来の恐竜っていうのが、こいつです。これデイノニクスというね。こいつです。恐ろしい爪っていうね、意味を持つデイノニクス。これはまあ恐竜学の観点からおいてもめちゃくちゃ重要な恐竜で、恐竜ルネッサンスっていうね、恐竜学における革命的なムーブがあったんですけど、その一端を担った超キーの恐竜。まあ東京にあるね、国立科学博物館では、デイノニクスのなんか丸焼きみたいな、デイノニクスのなんか口からなんか竿みたいなバッてぶつかれてる化石があるんだけど、あれコロナ前だったらね、あれがその回って全身を360度くまなく見ることができるっていう展示があって、デイノニクスね、すごい重要な恐竜で、本当はこのデイノニクスを描いてるんだけど、なんかベロキラプトルっていう名前で出してんの。ほんとこれはベロキラプトルになってると。で、なんでそんなことになってしまったのと。これがなんかこう、イコールになってんだよね。ジュラシックシリーズでは。なんでこんなわけわかんないことになってしまったのかと。これね、当時は、ベロキラプトルとデイノニクスっていうのは、名前が違うだけで、実は同じ種類なんではないかっていう説が、結構ね、有力な説の一個として言われていて、で、このマイケル・クライトはその説を多分押し取ったんよね。だから原作でもデイノニクスとベロキラプトルは同じ種としているものもいるみたいなの語られるんだけど、だから多分そのデイノニクスをベロキラプトルにしたんだけど、じゃあなんでそのベロキラプトルって名乗らしたのと。別にデイノニクスで出してもいいじゃんって思うじゃん。これがね、多分ね、ベロキラプトルの方がちっちゃいのよ。デイノニクスよりもね、体が。体のサイズ的にも、やっぱりデイノニクスの方がちょっと怖さがある。恐竜としてのね、怖さもあるし、ただベロキラプトルっていう名前は使いたいと。これがね、ジュラシックパークの原作では、これ冒頭ね、そのイスラヌブラル島、コスタリカの小さい島に診療所があって、その診療所にとある男性がね、運ばれてくるっていう描写から始まるのよ。その男性っていうのがもう体をぐわーなんかこう裂かれている。ひどい怪我を負った状態で運ばれてくると。何があったの？なんかさ、どうやら近くで建設予定の、建設中のね、なんかテーマパークで、その工事中の事故で運ばれてきたと。でもそれがなんかその、いわゆる掘削機に巻き込まれて、この傷を負ったっていうふうに、その人は説明してるんだけど、いや、これ掘削機でできる傷ではないと。これなんかその熊とか、そういうなんか動物に噛まれたり引っかかれたりしないとこの傷できないっていう風に医者はすぐわかるわけよ。ほんならその虫の息になりながらね、大傷負った男っていうのがボソリとつぶやくの。ラプトル、ラプトルつって死んじゃうのね。つまりこのジュラシックパーク原作の方は一番最初に、この映画の方もそうなんですけど、一番最初に登場するのはベロキラプトルなんですよ。そのラプトルっていう名前を使いたかったんではないかと俺は思ってる。俺の妄想ね、これ。正確かもわかんない。公式のなんか知ってる人いたら教えて。これベロキラプトルっていうのは、これその学名では、これそのままの意味で言うと、強奪者？なんか泥棒とか、なんかそういう意味なんだよ。で、原作のコスタリカの小さな村で、なんか似たような言葉の響きみたいなんで、なんか昔からこう子供たちを寝かしつけるための、なんか言い伝えみたいな。ババヤーガみたいな感じで、なんかその子供たちを怖がらせる言い伝えの中で出てくる、なんかそのお化け的な、妖怪的なものの一個として出てくるのね。それの響きとなんか、こう使いたかったんかなっていうか、その響きと反映させたかったんかな。で、多分ベロキラプトルっていう、この泥棒っていう意味の、略奪者っていう意味のこの名前を使いたかったんだろうなと。だから、その、
体的にビジュアル的に怖いのはデイノニックスの方でも名前が怖いのはベロキラプトルの方っていうので、お互いのいいところを取ったのがこのジュラシックシリーズに出ているベロキラプトルなんですよね。だから本当はデイノニックスっていう恐竜をモデルにしていると皆さんは思ってください。これはあのブルーもそうです。はい、ワールドの方もそうです。だからかわいそうなのがもうそれによってデイノニックスは出てこないんだよね。切ないよね。ね、ベロキラプトルね。このディロキラプトルね、ジュラシックシリーズではおなじみですよね。あともう一個はね、このディロフォサウルスですね。途中で、すげーデブのさ、メガネはげたやつがさ、途中そのインジンとかも、ジュラシックパークなんか裏切ってさ、なんか勝手に DNA サンプルを盗み出そうとするみたいな場面があるじゃん、後半のね。あそこで、あのネドリーかいね。あのね、デブのおっちゃんの研究者が食べられちゃうのよ。なんかこうディロフォサウルスっていう恐竜なんですけど、この襟巻きトカゲみたいな感じでシャーって言ったら襟がブワー出てきて、で口からなんか毒性の唾みたいなのを吐き出すっていう、なんかポケモンみたいな恐竜がいるのよ。口から毒吐く襟巻きトカゲっていうポケモンみたいなところなんだけど、ディロフォサウルス、あのもちろん実際のディロフォサウルスは毒なんか吐かないし、もっと言うとこの襟もないです。はい、これはあのジュラシックパークあるあるで、実際の恐竜をかなりデフォルメして、っていうかまあそのエンタメとしてこっちの方が面白いよねとか、こういう能力持ってた方が怖いよねっていうので、さっきのねベロキラプトルを別の恐竜にしてるみたいな感じで、映画としてエンタメとして面白く見えるようにかなり改変してんのね。でディロフォサウルスのその毒性の唾とかのくだりは原作でも使われていて、てかマイケル・クライトンが結構先般なんだけど、こいつは結構大改変してんのよ、恐竜本来の姿をね。マイケル・クライトンが結構むちゃくちゃやってて、ディロフォサウルスもね、本当はその襟とかもないし毒も吐かない恐竜なんだけど、まあでもね、このジュラシックパークのおかげでかなり有名な恐竜としてね地位を築き上げましたよね。だからまあジュラシックシリーズって結構恐竜好きの人からしたら割とこうむちゃくちゃやんっていうか、実際の恐竜とはかけ離れている部分とかもあったりするから、いやいやいやって突っ込まれがちなんですけど、まあでも入り口だけさ、例えばこのジュラシックシリーズから恐竜自体にねこう興味持った人っていっぱいいると思うのよ。だからこれで興味を持ったらね、ほんまに恐竜好きになったら、例えばこう僕はね、こういうこうニュートンの恐竜図鑑ですね、これが、今発売されているニュートンの恐竜図鑑では最新号なんですけど、とかをね買ったりだとか、それをさっきも言ったね、国立科学博物館とか福井の恐竜博物館とか実際の博物館足を運んでみて恐竜のことを知ろうとするとかっていう勉強をしてみてください。これはあくまでフィクションです、あくまでフィクションです、ジュラシックパークは。で、まあそのジュラシックパークはね、視察のために訪れたはいいものの、あらゆるハプニングによって結局開園できませんでしたっていう終わり方をするわけですよね。まあ当然よね、ティラノサウルスが逃げ出してむちゃくちゃになってディロフォサウルスとかもあってってなったら、それ開園なんかできませんと。まあまだ良かったよ、事前に事故が分かって未然に防げて。ほんでそっからですね、時経てジュラシックパークの2ロストワールドという作品になるんですが、これはね、まあ映画好きの中ではジュラシックパークの2ロストワールドは散々な言われようで、当時あの最低の映画に、その年最低の映画に贈られるゴールデンラズベリー賞っていう賞があるんですけど、それも受賞しちゃいました。最低続編賞かな、なんかも取ったんですけど、俺はめっちゃ好きなんよロストワールド。ジュリアン・ムーアとかね、すげえ豪華な役者になってて、ジュラシック・パーク1とはキャストはちょっと変わんのよ、入れ替わんので、このジュラシック・パーク1ではグラント、エリー、マルコム、ハモンドっていうこの、まあ、基本的にこの4人が中心人物なんですけど、ロストワールドではハモンドとマルコムっていう、さっき言った数学者ね、あのハモンド博士、マルコム博士と、あとこのジュラシックパークを作ったこのハモンドっておじいちゃん、この二人がね出てきます。で、まあなんなら主人公はこのマルコムになります。こいつが主人公になります。さあロストワールドでは一体どんな物語が紡がれていくのかと。
俺はね、ワンとはまたかなり毛色が変わって、よりアトラクション味が強くなるというか、よりこうパニック要素が強くなるのね。別の島に恐竜を移して、その島の中で恐竜たちが自由に生活している。まあ、いわゆるこう、動物たちの楽園的なね、島が、まあ、あるのよ。ジュラシックパークの失敗を経て、ハモンドが、いやもう恐竜を管理するなんてのはできないと。だったら恐竜たちの楽園を作ってあげようっつって、このロストワールドではね、失われた楽園というように、恐竜たちの島を別途でね、用意したと。そこに、調査に行ってくれっつって、記録映像かいね。なんかね、生態系を調査する記録映像を撮ってきてくれって言われんの。で、カメラマンの人と、学者の人と、あるその、マルコムの、給油ジュリアン・ムーが演じるね、一人の学者、古生物学者のこの4人で行っちゃうのよ、この島に。行くことになんのよ。ならよ。その島には、なんかその恐竜たちを横取ろうと、恐竜たちをこう盗み出そうとする悪い組織みたいなのがいて、その元軍かなんか、元軍隊かなんかの、めちゃくちゃやばい奴らがいんのね。そいつらともちょっとこう巻き込まれちゃって、で、まあその恐竜たちをはじめ、その人間同士の醜い争いみたいなのも描かれていくんですけど、今回登場する恐竜がね、ティラノサウルスレックス。前作でも登場したティラノサウルスが、一家で登場すんのよ。ティラノ家族、ティラノ家の皆さんが登場すんの。三人家族でね、子供ティラノと、親父ティラノ、母親ティラノみたいな。登場すんの。で、これ家族3人に襲われちゃうんだけど、結構そういったこう、家族愛的なものもテーマになんとなく入れながらも、まあ基本的にはその、パニックアトラクションとしてのエンタメ性がすごく高いのがこのロストワールド。で、さっきも言ったように、ジュラシックパークの原作の上下巻の上巻が結構ロストワールドに近くて、この一番最初に登場するね、このコンプソグナテストリアシクスっていう、コンピーだったかな、通称。コンプソグラティスっていう、すげえちっこい恐竜がいんの。マジこんぐらいのね。なんか、イワシみたいな恐竜がいんのよ。で、とあるお金持ちが、その島になんかバカンスかなんかに訪れとったら、一人娘の子がね、コンプソグラティスに遭遇して、あ、かわいいねーって、サンドイッチ食べるーって言って、餌付けしよったら、次から次にどんどんやってきて、その女の子が襲われちゃう。キャーっていう断末魔から始まるんだけど、これもね、原作では結構似たようなシーンがあって、一人の女の子がね、このコンプソグナテスに遭遇して、でこう餌付けしようとしたら襲われちゃってみたいな。そっからね、なんならこのコンプソグナテスからジュラシックパークっていうのは、その恐竜の存在っていうのがね、明かされていくのよ。なんか当時はなんかその島にいる昔からいるそのトカゲの一種だろうっていう風に言われとったんだけど、調べれば調べるほど、いやこれトカゲじゃねえな、これ何やろって調べていくと、このコンプソグナティスっていう恐竜だったっていうのが明らかになって、それからこのジュラシックパークの全貌がね、明かされていくんだけど、まあだからそのロストワールドも、まあ、似たような感じで始まるよっていう。だから結構原作に近いよね、この辺もね。コンプソグナティストリアシクス、すげえちっこい恐竜ですと、まあ、ティラノサウルスレックス一巻で、まあ、ベロキラプトルもね、当然登場してきますよと。まあ、ロストワールドのベロキラプトルっていうか、まあ、ベロキラプトルって結構ジュラシックパークの時もそうなんだけど、めっちゃ怖いんだよな。うん、でも涙なしには見れんじゃん、あの鉄棒のシーンな。マルコムの娘がね、勇気振り絞って、鉄棒で、うん、ベロキラプトルを吹っ飛ばすあの名シーン。それでまだレギュラーになれないの？あの名シーンが拝めるのは。ロストワールドなんですけど、ただ俺ね、このロストワールドで一番好きなのはラストなんですよね。まあ無事にこの島から脱出することができたマルコム一同だったんですが、なんとですね、島から何体かの恐竜を運び出していたんですよね。その中にティラノサウルスレックスがいちゃって、街中にティラノサウルスが放たれちゃうという、めちゃめちゃおもろい絵が見れるのよ。
で、俺はそもそも、このジュラシックパークシリーズっていうのは、現代の世に恐竜が蘇ったっていうテーマだから、現代の世界に恐竜がいるっていう異質な絵を見たかったの。今まで。まあね、てか今までっていうか、これを見た時に。ジュラシックパーク1は、言ってもイスラヌブラルっていうその島の中に恐竜を蘇らして、だから、島から出ないから、あんまりなんか現代の世に蘇ってる感っていうのは薄いの。よりももっとこうなんか、ほんまに恐竜動いてるじゃんっていう感動の方が大きいのね。ロストワールドは、マジで街中にティラノサウルスがこう、闊歩していくっていう、めちゃくちゃ怖い絵を見れるのよ。なんか結構一瞬なんだよね。結構すぐ終わっちゃうんだけど、まあね、なんか住宅地の中にいて、なんか飼ってる犬食って、この口から犬小屋が出てくる。犬小屋がストラップみたいになってるみたいな。最高じゃん。あ、そういう絵を見たかったんだよなーが、このロストワールドでは俺ラストの方にあったから、そこもすごい満足度が高くて。で、まあその事故がね、まあ、結構その人々の中でも印象深い事故として刻まれてしまい、まあなんとかね、ティラノサウルスたちを眠らせて、なんとか島に送還するわけ。送り返すわけよ。ほんでロストワールドは終わるんですけど、それからまた時が流れまして、ジュラシックパーク3、2001年に公開されました。3作目となる3が公開されるんですが、僕個人的には3が一番好きです。腹立つ言い方やな。好きです。俺3が一番好きなのね。めっちゃ面白いんだけど、主人公グラント博士、一作目の主人公のね、グラント博士が帰ってくるのはこの3なんですけど、3のグラントとエリーね、この古植物学者のエリー。だからね、結構これ珍しいんだけど、ジュラシックパーク1で登場した4人の主要キャラが、なんかね、分担されんのよ。2はハモンドとマルコム、3はグラントとエリーって言って、なんかこう、散り散りになっちゃうのね。シリーズを追うごとに。ジュラシックパーク3のこのグラント、エリーが主人公と、まあ、てか、グラントが主人公となって、まあ、とあるお金持ちにね、その島に、なんか、バカンスかなんかで、一人息子が、なんか、親戚のおじさんかなんかと一緒に、旅行に行ったと。ほんなら、その島っていうのが、まあ、まんまとね、その、ロストワールドと化してしまっている、あの、恐竜たちがいる島に行っちゃって、行方不明になったと。恐竜がね、うぞうむぞうにおるような激ヤバアイランドに、一人息子が行方不明で、不時着しちゃいました。これはもう心配でしょうがありませんと。つってその、両親がね、グラント博士に嘘ついて、なんかこうお願いすんのよ。なんか飛行機で遊泳したいんで、みたいな感じで。島には上陸しないけど、なんかギリギリなんか低空で観光したいんで、一応なんかついてきてもらえません？プロフェッショナルとして、みたいな。で、大量のお金積まれてね、グランド博士はお金に弱いから、研究資金が欲しいから、お金に惑わされて、まんまと行っちゃうと。ほんなら、まあその、一人息子の救出作戦で、一人息子を助け出すっていう羽目になっちゃうんだけど、ジュラシックパーク3は、何にともあれ、とある恐竜がね、華々しいデビューを果たしたシリーズなわけですよ。だから俺ジュラシックパーク3が好きなんだけど。ジュラシックパーク1で、てかまあ2でもそうですけど、地上最強の恐竜と言われていたのは、そう、ティラノサウルスですね。これはもう、ジュラシックシリーズ好きの中では、周知の事実。ティラノサウルスこそが、暴君であり、王だと。これがもう恐竜界の王です。ただ、ジュラシックパーク3で、彗星のごとく現れたとある恐竜がですね、なんとまあ登場早々にティラノサウルスの首へし折って殺しちゃうんだよね。なんとまあ誰も知らなかったような知名度まだそんななかったとある恐竜というのが華々しいデビューを遂げたのがこのジュラシックパーク3。その恐竜の名はスピノサウルスです。大好きね。大スコ恐竜ね。スピノサウルスがね、まあもちろん、もともといた恐竜ではありますけど、まあ当時そんなに知名度なかった頃に、ティラノサウルスよりも大きい体
で、しかも水陸両用だったと。つまり水の中も泳げたのがこのスピノサウルスの夢あるところなわけよ。ティラノサウルスよりもでかい体で、しかもティラノサウルスにはない泳げるというスキルまで持っている。こんなとんでもない恐ろしいルーキーがね、ティラノサウルスジュラシックパーク3でデビューしたわけですよ。もうかっこよかったよね。ワニみたいに細長い口に、もうこの穂がね、背中にある穂が特徴的な恐竜ですけれども、スピのトゲトカゲかな、意味で言うと。まあ、あの歯がね、一番違うんですけど、ティラノサウルスとかの歯はね、こういう歯をしているのに対して、スピノサウルスは、こういうね、いわゆるこう円錐型の歯をしていて、魚とかを食べていたんではないかっていうのがね、ここから明らかになったんですけど、まあ、実際に言うと、このスピノサウルスっていうのは姿形が大きく変化していることでも有名な恐竜で、当時のスピノサウルスっていうのは、もうこのジュラシックパーク3に登場した時はこういうね、こういう恐竜で、でこう足があって、こう足があってね、でこう手があって、でこうでなんかここにこう帆があるみたいな。なんか、こういう恐竜だったのよ。ちょっと、絵が下手すぎるな。だからその、この帆が、なんか海の中泳ぐときは、ジョーズみたいな感じになって、ジョーズの背びれみたいな感じで、この川の中をこう、うわーんって遊泳するところとか、めちゃくちゃ怖いのよ。ただ、最近の研究で、どんどんこのスピノサウルスっていうのは体の形が変わっていって、今や、尻尾とかも、さっきはこうとんがっとったけど、もう今の研究だとなんか こんな感じで、なんかオールみたいな形をしていて、もう完全にこの水上で生活することに特化している恐竜だったのではないかというふうに思われているので、ぶっちゃけ言うとティラノサウルスの方が全然強いです。あのティラノサウルスは何せあの顎の力が半端ないので、はい、例えばアリゲーターっていうね、ワニとかが600ニュートンの力で噛むとしたら、ティラノサウルスはおよそ6万ニュートンの力で噛むと言われていて、まあ、6トンですね。噛む力だけで6トンあったと言われているぐらいなんで、まあ、その屈強すぎる顎の力でね、スピノサウルスなんかもうひとたまりもないと思うんですよ。なんで実際はスピノサウルスは、まあ、体はでかかっただろうし、水の中泳げたんだけれども、ただその、ティラノサウルスより強くはないし、姿形も今やもうだいぶ変わってしまっている。まあ、それも面白いところなんよね。うん。もっと言えばそのティラノサウルスなんかもね、今やこう羽毛が生えている状態でね、結構描かれることも多いけど、化石からね、羽毛の、獣脚類の羽毛が発見されて、あれ肉食の恐竜って実は羽毛が生えとったんじゃないかっていうね、研究なんかもされたことで、かなりこの当時のジュラシックパークとかのシリーズの登場時とは大きく姿形が変わっているっていうのもね、恐竜の面白いところなんで、そういうのもなんかこう調べてみて、まあでも結構やっぱりジュラシックパーク3のイメージが強いから、スピノサウルスといえばあのワニみたいな口にね、お腹の中からトゥン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 トゥルトゥン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 トゥルトゥントゥントゥンっていう衛星電話の着信音が流れてくるでおなじみだと思うんだけど、本当はなんかだいぶワニに近い、マジでだいぶワニ、デカワニだと思ってもらえれば。ただね、このスピノサウルスの登場によってね、もうジュラシックパーク3というのはガラッと毛色変わったというか、陸海空すべてからね、あらゆる恐ろしい古生物が襲ってくるっていう、ここが俺かなり好きなところで、これまで言ってもやっぱり恐竜だったんですよ。ジュラシックパーク1は恐竜、ロストワールドも恐竜だったのが、ジュラシックパーク3でね、これ翼竜って言われるこの空をね主戦場としているプテラノドンが本格的に登場して、これでかなりまた怖さがね、部下のね、若いあの古生物学者のやつがね、プテラノドンに襲われて、行ってくださいグラント博士みたいな。涙なしには見れんところな。あいつが襲われたプテラノドンとかも登場するんですけど、このプテラノドン、一応この恐竜豆知識で言うと、プテラノドンとかは恐竜ではありません。
はい。これね、翼竜って言われる動物で、恐竜ではないのね。これはややこしいんだけど、一応恐竜ってのは定義があって、すっげえざっくばらんに言うと、直立歩行する爬虫類っていう定義があるのよ。で、なんかワニとかトカゲとかって、体の横からこう手足が出てるじゃん。だからこう動くでしょ。でも恐竜は体の下から足が生えてるから、こう動くのね。もうそれは結構爬虫類と大きな違いなんですけど、まあ、その直立歩行をする爬虫類っていうのが恐竜の、まあ、ざっくりとした定義なので、翼竜はそれには当てはまらないのね。だから、プテラノゾンとかは恐竜ではなくて翼竜っていう種類になります。ちょっとごめん、カメラが熱持っちゃって落ちちゃった。続けるね。アジラシックパークスリーは、まあ、そのね、翼竜、プテラノドンっていう翼竜なんかも登場して、陸海空、すべてあらゆる方向から恐ろしい動物たちに襲われるっていう恐怖を描いてる。だからま、結構2と割とこう流れっていうか、やってる怖さみたいなのは似てはいるんだけれども、ただその出てくる恐竜たちが新顔が多いとかね、まあ、新しさなんかは俺も大好きで、これ俺シリーズで一番好きなのよ。なんかその、現地のゲリラとかした子供とか最高じゃん。ね、なんか、おしっこみたいなの使ってたけど、も最高じゃん、ああいうの。たまんない。で、まあ、あの、最後の方にちょろっと出てくるね、ケラトサウルスっていう恐竜とかもね、あの、赤いね、角みたいなのが入った赤鬼みたいな恐竜とかも出てきて、結構ね、いろんな恐竜が出てくるっていう意味でも、ジュラシックパーク3はね、たまんないんですけれども、まあ、こんな感じで、ジュラシックシリーズ3部作というのは、まあ、人気のシリーズとしてね、今なお語り継がれている傑作なんですけれども、まあ、それから時が経て、ね、ジュラシックパークから22年とかかな、あの時を経て、新しくリバイバルされたのが、そうですね。次に、この、明日かなで、終わる。はい。はい。ジュラシックワールドなんですね。ジュラシックワールドの情報、薄い。これね、なんでこれがちょっと薄いかっていうのをまたおいおい言うとして、ジュラシックワールド2015年に公開されました、クリス・プラットが主演のね、これまで大人気シリーズ、まあ、ぶっちゃけ一番面白いのはワールドの1だと俺思ってて、シリーズの中でね、純粋な面白さで言ったら1なんですけど、ジュラシックワールドっていうのはね、あのジュラシックパークで、まあそのジュラシックパークを作ろうとしていたハモンド博士のね、あのハモンドのね、インジェン社っていうのを買い取った別の企業がですね、ジュラシックパークの失敗を経て、では今度はちゃんと管理をしてちゃんとテーマパーク作ろうって言って、ジュラシックパークでは成し遂げられなかったジュラシックワールドという恐竜たちのテーマパークを作り上げ、そしてなんと開園までしてるんですよね。ジュラシックパークは開園できなかった、夢半ばで終わってしまったけど、ワールドの方がですね、見事開園しているというところからもう物語が始まっていく。これがもうかなり大きな進化ですよね。だからもう人々も、もう結構恐竜が当たり前の世界になっていて、1日2万人以上集める大人気テーマパークとして人気を博しているのがこのジュラシックワールドなんですが、そのね、ジュラシックワールドの管理責任者としてクレアという女性がね、まあ、主人公として登場します。そして、その恐竜たちを監視している監視員としてオーウェンという、クリプラ演じるね、ムキムキお兄さんが登場します。このオーウェンっていう名前は、あくまでも俺の妄想なんだけど、多分、リチャード・オーウェンっていうね、実際に生物学者の人っていうのから名前取ってるのかなと。このリチャード・オーウェンっていう人ね、これ実際にいた人なんですけど、このリチャード・オーウェンから名前取ってるのかな。このリチャード・オーウェンはね、ダーウィンの進化論っていうのに異を、発していた人でもあり、そして恐竜という名前を作った人です。こいつがいたから恐竜がいます。このオーウェンというのがね、何の恐竜を監視してるのかと、まあ、ジュラシックワールドにも様々な恐竜がいますけれども、オーウェンが専門としているのが、そうジュラシックシリーズでおなじみのベロキラプトル、もといデイノニクスですねベロキラプトル、ブルー、デルタ、なんちゃらなんちゃら4体ぐらいいるね、4体のベロキラプトルをこいつが飼育してます。なんか絆が生まれてます。これがねジュラシックシリーズとはまた違うところで、こう恐竜と人間の絆、恐竜と人間は共生できるんではないか、共に生きていくことができるんではないかという新しい活路というのを見出したんですよね。しかしこのジュラシックワールド、
ジュラシックパークとは大きく違うところがもう一つあります。これがね、かなり大きなリバイバルというか大きい進化ね、ポイントなんですけれども、このジュラシックワールドはね、ジュラシックパーク1に登場したあの恐竜たちを原点に蘇らしたウー博士って言いましたね。あのウー博士がもう一回登場して、なんとこのウー博士再びマッドサイエンティストのことをしてしまいます。このジュラシックワールドで初めて登場した恐竜、インドミナスレックス。これはね、恐竜好きの中でも聞きなじみのない名前でした。インドミナスレックスって何？初めて聞いたなと。それもそのはず、なんとこの恐竜、ジュラシックワールドで初めてこの世に誕生された恐竜。まあ、フィクションだから誕生はしてないんだけど、要するに人間が全く新しい新種の恐竜を生み出してしまったと。かなりこの DNA 遺伝子工学に、遺伝子学のタブーみたいなのを描いてるのがジュラシックパークなのね。人間が絶滅した動物をもう一回蘇らせる、それも科学の力でっていう、いわゆるその倫理観から外れた行動をしたことによって、その恐竜たちがね、自然となってまた猛威を振るってくるっていう、すごく皮肉なね、面白さみたいなのがあったんですけど、インドミナスレックスっていう、もう、そのさらに上の倫理超えちゃった、新しい恐竜作っちゃいました。いろんな恐竜とかいろんな動物、生物の DNA を混ぜ合わせて、インドミナスレックスっていうね、新しい恐竜を生み出しちゃったんですよね。これが大きな大罪だと。ミュウツーです。クローンもクローン。この世にこれまで存在しなかった恐竜を生み出しちゃったんですよね。するとこのインドミナスレックスがまんまと暴走して、このジュラシックワールドでもういろんな恐竜食い散らかすわ、人間食い散らかすわで、とんでもない荒ぶれっぷりを発揮しちゃうんだよね。ほんでこのインドミナスレックスを止めるために、このオーウェンとクレアとか、あとまあなんか観光に来てるね、なんかあの兄弟とかがね、活躍していくんですけれど、これがすごく大きな改変ポイントっていうか、あのジュラシックシリーズでは描かれなかったポイントで、新しい恐竜を生み出したと。つまりクローン技術っていうのがあの頃よりもさらに進化したんですよね。面白かったんだけど、まあそのジュラシックワールドがね、まあ、まんまと事故に遭ってしまって、パークと同じ末路をたどってしまう。何にも学習してねえじゃねえかと。これも劇中でも印象的なシーンがあります。オーウェンがブチギレながらね、あいつを作った開発者に言ってくれ、お前は恐竜ではなく怪物を作ってしまったと。恐竜なんかではない、こいつは怪物だと言っても、ね、インドミナスレックスはね、まあ、なんとかあのね、レクシーを再び呼び起こし、でラプトルたちが、ね、協力して、めっちゃ熱いよな、レクシーの背中にラプトルが乗って対決するみたいな、何これ、恐竜キング？おもろーって、最高の絵なんだけど、まあ、漁夫の利でね、モササウルスという、これもねジュラシックワールドで初めて登場した古生物ですけど、ちなみにモササウルスもさっきのプテラノドン同様、恐竜ではありません。モササウルス類という、まあ、海洋生物ですね、まあ、海生生物っていうのが、ね、ごめん、ちょっと詳しいことわかんないけど、これも、いわゆる恐竜の定義からは外れているので、恐竜ではなくて、海の中でね、覇権を握っていた最強の生物なんですけど、このモササウルスがね、インドミナスレックスを海の底に引きずり込んで、なんとか倒すことができたと。そして、まあ、ジュラシックワールドの壊滅から時間が経ち、続編となるジュラシックワールド炎の王国というのが2018年に公開されます。まあ、キャストはね、オーウェン・クレアはもう続投として、ジュラシックワールドで壊滅しちゃったあのイスラヌブラル島が舞台なんですけど、イスラヌブラル島が、なんかね、火山があって、この島には。その火山が噴火間近だと。で、その火山が噴火してしまうと、イスラヌブラル島にいる恐竜たちは絶滅するだろうと。もう第2回恐竜絶滅危機、勝手に人間が作った恐竜たちが今度はまた自然の猛威によって絶滅しちゃうっていうのが明らかになったよね。んで、じゃあちょっとジュラシックワールド、俺たち人間が作り出した恐竜をね、自然の力でもう一回絶滅させるなんてのは恐竜かわいそうだっていうことで、クレアはね、その恐竜を保護しようと活動しているわけよ。ほんなら
なんかとあるロックウッド教だったかな、とあるなんかお金持ちがそのクリアの活動にね、こう賛同してくれて協力してくれるわけよ。でこのジュラシックワールド1のね、イスラヌブラル島から恐竜たちをなんとか保護しようと、連れ帰ろうとやっていくのがジュラシックワールド炎の王国の前半ですね。でこの島でね、いろんな恐竜たちを保護するためにもう噴火間近のイスラヌブラル島に上陸して、さらにオーウェンとかクリアがね、恐竜たちと開口していくわけなんですけど、これもまたね、熱かったよね。でまあその島から何頭かの恐竜っていうのを無事保護することができたんですけれども、なんとこのロックウッド、このクリアたちと協力してくれたあのお金持ち財団っていうのは、とある計画というのをね、腹の底に隠していて、恐竜たちを生物兵器として、つまり戦争の道具として利用しようと、武器として利用しようとしていたんですよね。ほんで恐竜オークションっていうのを開催しちゃうのよ。だからその武器商人、世界各地の商人たちに恐竜を売って生物兵器として使ってくれってやんの。でその中で再び新しい恐竜というのが生み出されてしまいます。その名もインドラプトルって、ね、このベロキラプトル、あのブルーがね、このベロキラプトル最後の生き残りだったんですけど、このブルーの DNA を採取して、これインドラプトルっていうね、このインドミラスレックスのこのラプトルバージョンを作ったのよ。でラプトルっていうのは恐竜の中でもかなり頭のいい恐竜で、むちゃくちゃ俊敏な上にその、類まれの頭脳によってね、狡猾なね恐竜としても描かれていたんですけど、その頭脳というのを手に入れたインドラプトル、めっちゃ怖いっす。めちゃくちゃ凶暴で、なんかその麻酔銃でね、なんかこう麻酔銃撃たれて寝たふりして襲うとか、めっちゃ恐ろしいのよ。その狡猾っぷりっていうのがね、また恐怖だったんですけど、そのロックウッドの家の中にいるのはこのメイジーっていう女の子。彼女は長い間ずっとこの家の中で育てられている女の子なんですけど、実はこのメイジーちゃんとある秘密がありました。そう、なんとですね、ロックウッド教が生み出したクローン人間だったんですよね。おじいちゃん、娘が亡くなっていて、娘の DNA を採取してメイジーちゃんっていうね、人間をクローンで生み出したのよ。これさ、めちゃくちゃとんでもないことなのね。今まではこのクローン技術っていうのはあくまでも恐竜を生み出すために使われていたのが、今回ついにその倫理のタガが行き切って人間を作ったので、結構ここね、なんかあっさり流されんのよ。君はクローンなんだよ、クローン人間なんだ言われてってなるぐらいで、なんかあんまり深掘りされないんだけど、これとんでもないことです。つまりこれまでは恐竜しかいなかったのが、メイジーちゃんまあこのクローンとしてついに人間までもクローンで蘇ってしまったと。でね、まあその最後このロックウッドの家、この屋敷の中にね閉じ込められている恐竜たちをこのメイジーちゃんがね解き放っちゃうのよ。あー、いわゆるその自分もクローンだから気持ちがわかるっつって、このままねロックウッドの家の中で恐竜たちを全部殺してしまうのはかわいそうだと、私もクローンだから特に感情移入しちゃって恐竜たちをね、野に放っちゃう。だからそのインドラプトルの暴走とメイジーちゃんの暴走によって、ついに恐竜が全世界に解き放たれてしまったというのがこのジュラシックワールド2なんですよね。つまり、このジュラシックワールドの2のラストで、ね、ジュラシックシリーズにいたマルコム博士っていうのが登場するんですけど、このマルコム博士が最後の一言で言うわけです。ジュラシック。ワールドが始まるんですと。つまりついに我々が生きているこの世界、この日常に恐竜たちが紛れ込むというジュラシックワールドの世界についになったんですよ。でこの2が終わんのよ。だからその2のラストの方でね、そのなんかサーフィンしている人たちのところにモササウルスのシルエットがブワーってあったり、動物園のライオンにねティラノサウルスがうわーって方向したりとか、いわゆる俺たちの生きてるこの世界に、いわゆるビルの合間を縫ったりとかっていう、この世界に恐竜がついに放たれたっていう、めちゃくちゃ俺が見たかった絵がついに見れる、
そして恐竜が世に放たれた、恐竜が当たり前になった世界で、一体人類と恐竜どっちが覇権を握るのか、この地球上の新たなる支配者は一体誰なのかというところが今回の3で明らかになると。そしてこの今回の3ね、ジュラシックワールドのシリーズでおなじみでしたオーウェンとクレアね、レギュラーメンバーをはじめ、ジュラシックパークシリーズでもおなじみでしたグラントとエリーとマルコムもアッセンブルしますと。ねえ、これまでの旧三部作、オールドキャストも、ついにこの3で集合するわけよ。そこも熱いのよね。んで、ちょっとこの1と2ね、ジュラシックワールドの説明を軽く流し目にやったんですけど、ちょっとピンとくる人もいるかもしれない。ジュラシックワールドの1っていうのは、ジュラシックワールドっていうテーマパークを開園して、そこで事故が起きてしまって、恐竜たちがその島の中に解き放たれてしまった。で、2は、じゃあその島に、今度また人間たちが行って、その島から何頭かの恐竜をね、採取して。なんならまだでもその恐竜が野に放たれてしまいました。この流れがね、そう、ジュラシックパークの1と2とほぼ同じなんよね。特に1なんてのは、その開園したかしないかの差ぐらいで、ジュラシックパークと同じ末路を辿ってんだよ。2も、恐竜たちがいる島に上陸して、でそこから恐竜たちを盗んで、ほんならその、ね、ティラノサウルスとかが街中を蹂躙しちゃってっていう。これがもう2と同じやん。ジュラシックワールドの2も、島行って恐竜盗み出したけれども、その恐竜が野に放たれて、今度世界中をね、この恐竜たちが闊歩するっていう世界になっちゃった。だからジュラシックパークの1、2とジュラシックワールドの1、2っていうのはもちろん全然違うんだけれども、流れだけで言ったら結構似てるんですよね。だからそこもやっぱり同じ轍を踏んでるんだな、人間っていうのは同じ過ちを繰り返してしまうんだな、歴史は繰り返していくんだなっていうのを象徴しているなと。じゃあ3はね、スピノサウルスが出んの？ジュラシックパーク3では新しい恐竜として、ティラノサウルスはもう上回る恐竜で、スピノサウルス登場したけれども、ジュラシックワールド3でもですね、新しい恐竜登場します。これまだジュラシックワールドの3前情報を入れずに見たいよっていう人はね、ここで一回動画も止めてください。楽しんでね。はい。ジュラシックワールド3はですね、ギガノトサウルスという、これもね、ティラノサウルスよりも大きい恐竜として、ティラノサウルスよりも強い的なポジションでね、登場するのはこのギガノトサウルス。いわゆる3のスピノサウルス的なポジションでね、登場するわけよ。結構似てんだよね、流れだけで言ったら。ただまあ、このジュラシックワールド、新たなる支配者っていうのは、今回ね、一体どっちが、人類というか地球上の覇権を握るのか、はたまた共生することができるのかっていうのがポイントになっていて、しかもこのね、ベロキラプトル、ね、ブルー一頭しかいなかったベロキラプトルが、なんと、ブルーに子供ができていまして、意味がわからんのんだけど、多分2で、2のラストで、ティラノサウルスが踏みつぶしとったベロキラプトルのDNA サンプルが、なんか漏れ出て、そっからなんか子供ができたんかなって、なんとなく思ってんだけど、まあ、子供ができてるんだよね。でその子供が今度人間の悪い組織に捕まっちゃって、それをオーウェンたちが助けに行くっていう話とかがなんか絡んでるっぽいし、このね、ジュラシックワールドの3はね、むちゃくちゃ新しい恐竜出てくんのよ。むちゃくちゃ出てくんのよ。予告編だけでもね、ジュラシックシリーズでは見たことない恐竜っていうのはいっぱいいたと思うけど、とんでもない数の恐竜が出てくるんで、そこも楽しみなポイントですよね。はい、そんな感じで。ジュラシックワールドの3、新たなる支配者、ぜひ見に行ってみてください。僕は今コロナで自宅療養中なんで、こんだけ語っといて公開日に行けません。ざけんな。僕も自宅療養期間終わったら見に行きます。なんだったら動画にできればなと思ってます。恐竜の知識とか結構古い情報とかもあったりして、もうこれが正しいって断言するわけではないんで、まあ詳しい人がいたらね、コメント欄とかでも情報を保管してくれればなと思うし、あとまあ自分で調べてみてください。興味持ったらね。今国立科学博物館で化石ハンター展っていうね、ゴビ砂漠の化石っていうのをやってる、展示している特別展なんかもあるので、ぜひ恐竜に興味を持った人はそっちの方も行っていただければなと思います。今年の夏は恐竜の夏です。以上、沖田雄義でした。バイバイ。
コロナ振動、なんかもう範囲になったよね後半で。もうちょっと今またカメラ熱持ち出して警告音出てるから、あのコロナ治ったらジュラシックワールド見に行くな。ちなみにこれ、このズボンもこれ DNA 君だよ、ジュラシックパーク。こんなに好きなのに見に行けないの、ふざけんだよな。